清工人駅は兵庫県宝塚市清工人一丁目にある阪急電鉄宝塚本線の駅。駅番号は HK-55。開業より清工人清住寺への参拝に利用され、駅は清工人の三景道に直結している。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅舎は 大阪梅田方面ホーム側にあり、反対側の宝塚業ホームとは、地下道で連絡している。宝塚業ホームの宝塚よりには、臨時改札口があり、正月等の宅客時に使用されていたが、2005年末に改装され常時使用されることとなった。これにより、地下道を通らずとも、宝塚業ホームで直接乗降することが可能になった。実際には校内に乗り場、 番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、宝塚方面が1号線、大阪梅田方面が2号線と表示されている。毎時6本が発車する。急行、準急も含め、すべて、豊中まで各駅に停車する。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。 2019年の通年平均の乗降人員は8245人である。2019年のある特定日における1日の乗降人員は8212人である。各年度の特定日における1日の乗車、乗降人員推移は下表の通り、ありがとうございます。